お城が買えるほど貴重な骨董品でも、人が得る快楽はそれを手にしたほんの一瞬だけよ。カーン、やっぱりここにいたか。お二方、なぜここに？戦火の修行に興味があったのですね。仙人の感覚を取り戻すため、今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています。少しあの方の趣味嗜好が混ざっていますが、仙人を誤解しないでくださいね。難しいのか？あ、いえ、旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。飛び回る修行か。確かに龍雲神君が好きそうな内容だな。射的が得意なんだな。すごい。先住血脈の視界がどのようなものであるか知れば、それほど驚くことではありませんよ。どうですか？大変なのは
だけでなく人も同じでしょ。修行が終わったけど、カンウはこれからどうするつもりだ？まだ終わっていませんよ。龍雲神君の修行はまだ最初の段階に過ぎません。おお、つまり他の仙人の修行もあるってことか？いいえ、私の全ての力を引き出すにはあの仙人しかいません。ん？どいつだ？コウマ大聖です。うえー、あの冷たくて自分勝手なショウがお前のために修行を考えたのか？私も近づきがたいと思っていましたが、彼と向き合うことも隠居の大事な一歩だと思っています。彼はもう私を待っているはずです。興味がありましたら一緒に来てもいいですよ。当たり前だ、オイラたちも行くぞ。